初めてね監督胴上げしてやりたいなと思ったのは野村監督なんですよ。実はお前野球嫌いだろうと、はあ、お前野球これでお前復活するんだったら、復活したくて活躍したかったら野球好きになりなさい、野球を愛しなさい。2年目3年目4年目の3年間楽しかった。